おはようございます。町取りチャンネルです。ご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、福島県二本松市、二本松駅に来てます。日付はですね、2022年の4月9日10日日曜日、午前9時40分ですね。これからね、駅のね、周りをちょっと歩いていきたいと思います。二本松駅のどっちになるんですかね。北口。でね、城まで歩こうかなと思ったんですけど、結構なんかそこそこ距離があってですね、ちょっと今日は断念しようかなと思ってます。城下町ですね。霞ヶ城跡、二本松城跡。本末最後、最古の食堂、柳屋、明治40年創業。この先200m、この辺をね、歩いていこうと思います。後半で東北本線ですかね。蕎麦どころ柳屋。
本松産業組合会員の店。産業組合っていうことは置屋さんとかそういうのがあったってことなんですかね。桜が綺麗ですよね。でも幹線道路の方に行こうかなと思います。
UFO 火薬だよ。デブとかそこになったんですかね。栗子が郷土メーカー極上栗子がどんなお菓子なんですかね。島屋羊羹が有名なんですかね。羽根市本陣のその町や元町通り、二本松神社、でこれ左に行くとですね、駅のところまで戻ってきたんで、もう信号を渡って撮影をそろそろ終えたいなと思うんですけども、なんかお祭りの絵が壁に描かれてますね。壁というか塀ですかね、あれは。を閉めてお店が目立ちますかね。わらび、お食事、お弁当、わらび。
時は駅舎を映しながら撮影を終えたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらですね、チャンネル登録、いいね押していただけると嬉しいです。ではありがとうございました。